今回は様々なリアルモッドを入れてマイクラを究極にリアルにしていきます。どうも、やさごちゃひのです。皆さん、マイクラやってますか？ということで、今回はこの普通のマインクラフトをリアルになるモッドやリアルになるテクスチャなど、それらすべてを組み合わせて究極にリアルな現実のシミュレーターを作っていきたいと思います。少しでも面白いと思った人はチャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。それじゃあやっていきましょう。まず手始めに影モッドとディスタンスホライゾンモッド、物理モッドを入れてみます。ということで、リアルマインクラフト計画1段階目、物理モッド、ディスタントモッド、影モッド入れてみました。ここからね、影モッドに変えていきます。ということで、影モッドにしました。今回入れてるこのディスタントホライゾンモッドっていうのは、遠くの描写を綺麗に映すことができるモッド、描画距離を上げることができるモッドになってます。ちょっと今回ね、いろんなモッド入れるんで、実際に機能するかはちょっとわかんないですが、一応ね、お気持ち程度に入れといて機能することをね、願いましょう。まあ、なんかなんとなくあそこら辺とか機能してそうな感じはするね。まあ、まず1段階目のディスタントモッド、そしてこちら物理モッド、壊すことでちゃんとおかしな感じに壊れていきます。そしてここにある木もこんな感じにしっかりと物理法則を習ってぶち壊れてくれるようになりました。この時点で普通にリアルなマインクラフトと名乗れるものではありますが、ここからさらにさらにリアルにしていきたいと思います。もしかしたら今回の動画、僕のパソコンとの戦いになるかもしれません。それじゃあ早速次のモッドたちを入れていきましょう。続いて木がリアルに壊れていくモッドや地形生成モッドを入れてみました。さあ開くか。もしかしたらね、競合するモッドが出てきてうまく機能しないかもしれない。クリステルリブが足りないってことらしいです。入れ直してきます。さあ今度は開きました。ここにあるね、モッドすべてが入った状態になってます。あ、落ちた。なんか今したら落ちたぞ。ちょっと不安定かもしれない。不安定なんで、余計なものは触らず、ワールドを開いていきましょうか。さあ、ワールドを開いてくれるかな？果たして。ここもちょっと不安なんだよね。実はさっきの最初の段階で、そこそこ重くなったんで、もう動かないっていう可能性も全然ある。さあ、なんとかワールドを開けました。開けたけど、なんだこれ。これ夜なのか、もうなんかバグってるのか、ちょっとよくわかんないね。明るくなってきた。よかったよかった。はい。ということで、さっき入れた地形モッドと、物理モッドよりも木がリアルに倒れるモッドも入れてみました。そしてなんか、ちょっとバグってるのか、ずっと四角みたいなやつが出てるね。なんだろうこの画面にある四角は。はい。そして普段マイクラで見たことないような地形が広がってると思いますが、これが今回入れた地形生成モッドです。海外だとこれとホライゾンモッドの組み合わせがすごいめちゃめちゃ綺麗だという風に話題になってます。そしてバグってますね、ちゃんとこうやって。まあ、しかし気にしない。どんどんリアルにしていくんだ。リアルにするのにバグはつけものだからね。ちょっと木倒してみましょうか。木がね、リアルに倒れるらしいので、いきます。倒れろ木。あれ？ここの部分倒しなかった。いきます。倒れろ、木。あーでも競合して一緒に倒れてくれないのかもしれない。そしてなんかもうとんでもないことになってる。やばいやばいやばい。なんだこれ。超バグってるんだけど。ちょっと一回影モッド抜いて入れ直してみましょうか。さてさて。一旦影モッド抜いてみたんだけど、まあ、多分ちゃんとうまくロードされてってるね。おそらく影モッドが悪さをしてさっきのバグが起きてたんだと思います。ちょっと影モッド抜いて治ったんで、もう一影モッド挑戦してみますか。僕のパソコンの限界に挑んでいきます。ダメみたいですねこれ。ということで大変なことになってますが、次のモッドを入れていきたいと思います。次はバージョンを変えて水をリアルにするモッドとテクスチャも入れていきます。ということで、テクスチャと水を超リアルにしてきました。これすごいね。木のね、この一つ一つがめちゃめちゃ細かい。そして壊すとね、物理モッドが入ってるんで、しっかりとこんな感じに壊れていきます。本当はブリッジシェーダーが一番リアルになるんでね、ブリッジシェーダーにしたかったんですが、ちょっと動かなかったんで BSL で代用してます。このテクスチャの他にも今回新しく入ってるのが、水の動きが超リアルになってるんですよ。物理モッドの他にも、この水の動きがめちゃめちゃ、ほら、なんかすごいことになってたでしょ今。こういうね、すごい動きをするようになってます。これもなんかもっとリアルかもしれないけど、物理モッドと競合してる可能性全然ありますねこれ。でこんな感じに水の動きがね、リアルなので、普通マイクラにないようなこういう水たまりができるようになってます。でそしてもちろんディスタントホライゾンオンにしてるんでね、これ遠くまで見えるはずなんですが、これねちょっと影モッド対応してないんで、ちょっといろいろと噛み合わない。マイクラを現実のシミュレーターにしようとすると、こんな感じでいろいろと噛み合わない事象が起きてしまいます。悔しい。しかし次入れるモッドはマイクラの根本を変えてしまうので、皆さん楽しみにしててください。マインクラフトといえば四角ですが、このモッドを入れることでマイクラから四角をなくすことができます。さあ最初のバージョンに戻しました。この状態で先ほどのワールドに入っていきます。果たしてうまく機能してくれるか。いきます。3、2、1、ゴー。
中。おー来たけどバグってる、バグってるけど来た。ということでね、シェーダーをちょっと変えて見ていきましょうか。こちらノーキューブというモッドを入れることでマイクラの世界から視覚をなくすことがねできるんですよ。これやばいよね。今までのモッドを全て組み合わせることでかなりリアルな世界観を作ることができます。ちょっとね重すぎる、重い、やばい、固まった。みんなちょっと遠く描画しようとしたら固まっちゃった。あ、持った持った。あんまり上から日本を見てみようすると重いらしいわ。かなりね地形生成というかいろいろなものがリアルになってすごいね。例えばねここの洞窟とか掘ろうとすると固まるとやばい。もういちいち全部固まるよ。僕のパソコンが悲鳴を上げてます。あ、すごいすごい。壊すことで、あ、物理モッドが起きる、連鎖するんだこうやって。だから重いんだ。やばい、1個掘るとめちゃめちゃ穴開いた。やべ、どんどん開いてく。勝手に洞窟できるやん。すごいすごいすごい。こんな感じでなんか縦穴式住居ができました、マインクラフトに。ちょっとねここのちょうどいい穴があったんで、ここにちょっと水流して温泉地作ろっか。これなんかさ、家作るってなったらどうなるんだこれ。これは四角なんだ。この普通のブロックは四角みたいです。激重すぎ。オッケーオッケーオッケー。やばい。ちょ、壊れて欲しくないところまで壊れるんだけど。一個壊すと全部壊れる。やめて。ちょっと温泉作ろう。マイクラで普段表現できない丸があるんで、丸を使って、お、いい、いい。すごい。温泉地になりました。見てください、皆さん。ちょっとね、映像がカクカクすぎて、見れたもんじゃないでしょ、みんな。そしてちゃんとね、ディスタントホライゾンモッドが機能してる。こいつのせいで重いのかもしんないな、ディスタントホライゾンモッド。ちょっと切るか、一回。はい、ディスタントホライゾン切って、ブリス入れたら治りました。ディスタントホライゾンがやっぱ悪さしてたらしいわ。ほら、ブリスにするとだいぶさっきと印象違うでしょ。マイクラっぽさがね、だいぶ抜けて、こう綺麗になったと思います。これすごいね。ちょっと丸の世界にこう水入れて温泉作りたい。将来はね、日の温泉を作ることが僕の夢ですからね。YouTube のゴールは日の温泉です。で、これで一個壊すと、あ、すごいすごいすごい、プカプカ浮いてる。楽しそう。さっきみたいにさ、崩壊する基準がわかんないわ。すべての場所がこんな感じに四角のない、カクカクの世界になってます。これすごいね。なんかさ、これ、このテクスチャのせいで逆にゲーム感出てる感じあるんで、一回テクスチャ抜いてみるか。はい、テクスチャ抜くとこんな感じ。まあ、言うてもこれだとただのマイクラですね。さっきの方がまあリアルっぽさあるわ。穴作ろうにも重すぎてカクカク。ちょっと僕のパソコンはこの世界に適応できないかもしれません。ということで今回は様々なリアルモッドを入れてマイクラを究極の現実シミュレーターにしようとしてみました。実際にやってみましたが、やはりまだマイクラは現実には及ばないみたいですね。しかし今後よりすごいモッドが出てきて、これもう現実じゃんっていう風になる日が来るかもしれません。他にも試してほしいリアルモッド、組み合わせれそうなリアルモッドがあったらコメントで教えてください。この動画いいなと思った人はチャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。